こんにちは、速稼塾の久保です。前回花龍馬さんからの動画でね、不安というテーマでお話しいただきました。で、私は特に不安を感じることはないんですよね。そこにあるのは確実に起こるだろうという想定なんですよ。例えば自分の死についてですけども、多くの方は死ぬことについて不安を感じることがあるんじゃないかなと思いますけども、私はすでに死ぬことはもう既定事実なんで、生まれた瞬間にその後どうするとか死ぬまでに何をするっていうのは決まってるんですよね。で、自分の寿命ってのは約束もなく急に奪われますから、そのための覚悟もしてありますし、もうそのためのね、リスクヘッジといいますか、周囲への伝えることも伝えてますし、それはできているのかなと思いますね。この年ですから死への準備ができていても当たり前だと思いますし、もう残念ながらといいますかね、当たり前のことかもしれませんけども、50近くになると人間ってのは何人もの死を直面するんですよね。目の前で人が死んでみたりとか、じゃあなーとか言って別れた人が次の日いなかった、そしてよく調べてみたらもう死んでいたとかね、そんなことも結構あるわけなんですよ。ですので、すごく死は身近といったら自分を美化しすぎなんですけども、死について達観することはないんですけども、人は生まれて生きて死ぬ、この現実の前にそれ以上の不安はないだろうなと思うわけなんですよね。で、私はその死に対して不安を感じるよりも、もう処理ができてますんで、じゃあ今日人生が終わっても後悔がないようにしっかりと生きていけばいいんじゃないかな。逆に言うとそれ以上はもうできませんのでね、感じる不安の時間だけ無駄、削がれるモチベーションの数だけ無駄だと思いますので、その辺はね、もう私は不安はないですね。不安定ってのはあるかもしれないですね。だから安定を求めればもっともっと不安になりますんで、不安定を乗りこなすことに慣れていけばいい、上手になっていけばいいのかなと思いますね。そんなところじゃないかなと思います。で、多くの方が抱える不安っていうのは多分未来に存在すると思うんですよ。じゃあそれが明日という名の未来なのか、10年後の不安なのか、30年後老後の不安なのかってことがありますけども、逆にですね、未来が予測できない、未来のために準備をしたからといって不安が消えるわけではないのではないですかね。どうですかね。年金を毎月毎月お支払いいただいているわけですけどもね、別に私がもらってるわけじゃないですけども、じゃあ老後の問題って不安消えますか。消えないんじゃないですか ね。今仲良しの友達がいたりパートナーがいるかもしれません。将来寂しくなっちゃいけないので結婚して家族を作る方がいるかもしれません。でも同時に死ぬってことはないでしょ。結局は寂しい生活ってのも待ってるんですよ。どちらかが先に死にますからね。子供たちは出ていきますからね。そうなんですよね。結婚して子供を作っても20年も一緒には住んでくれないんですよ。逆に20年以上一緒に住んでいるとそれはそれで心配なのかもしれませんけどね。そんな感じで歌方なんですよね。自分の人生ってのは自分一人で歩いてるんですよ。誰かのせいにしたりすることもできませんし、自分が自分として生きている以上人のせいにするべきでもないんですよね。全ては自分が集めた情報、自分が縁を持った人、その中で明確な意思を持って自ら選択したことばかりです。自ら選択した以上自らが責任を取る以外はなくて、あの人がこう言ったからあの人のせいですとか、私は騙されたんですとか、こんな国に生まれてなければ、こんな時代でなければ、それを言ったところで誰も耳を傾けてくれないんですよ。そういう現実があります。ということは、与えられた全ての状況を生かしてベストを尽くす、それくらいしかできないんじゃないかなと思います。そしてベストを尽くしていれば不安はないんじゃないかなと思うんですよ。やり尽くしてないからこそやり残したものが未来につけとなって顕在化しそう、それが不安の正体ではないかなと思うんですよね。じゃあしっかりね、生きてきて憂いなくやってきて全力を尽くしました、これ以上はもう自分にできることはないというところまで来ました。その上で不安ってありますかね。逆に不安があるとしたら、まだできることが残っているってことなんですよ。今日まだ余力を残して暮らしてるんじゃないですかね。今時間にして朝9時25分ですけども、この朝9時25分の時点であなたが自分のビジネスを持ってるとしたらね、すでに売り上げが上がってないといけないんですよ、寝てる間に。そうじゃないですかね。ビジネスをするってことはサラリーマンじゃないわけですよ。昼の仕事してるわけじゃないんですよね。出勤して1日が終わって月末に給料入ってるかな、おやおや、じゃないんですよね。違うんですよ。この1秒1秒に誰に何を提供できたか、誰から何を提供いただいたか、この繰り返しでできてますからね。ビジネスじゃなくてもそれは同じです。人間関係、恋愛関係、
全てが一緒です。誰かに損害を与えたのか、誰かに良かったと思っていただけたのか、その関係で成り立ってるんですよ。もし人に何か損害を与えているとしたら、その行き着く先は戦争なんですよね。個人間なんで分からないと思いますけども、個人の不安が溜まっていけば集団の不安、民族の不安、国の不安になってきて、それが他国への攻撃ってものに向かいます。一人一人が幸せで充実して不安がなければ、どうやって争いって起きるんでしょうか。どうやって戦争って起きるんでしょうか。未来にどんな不安が残るんでしょうか。そういうことだと思いますね。私はそういう意味でね、自分の力を及ぶ限り今日も粉骨砕身していきたいと思いますし、自分の力が及ばないんだったらそれは不安に感じることはありません。あとは神様が決める、そういうふうに感じてますけどね。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。